ホークスファン、ウォーカーの守備動画を見て絶句する。ショートまでスリーバウンドなんて初めて見たんやが。投げ方からいろいろやばすぎやろ。パワプロで肩がCから F に訂正された男。な、わかるやろ？トレードになった理由。あのお方とどっちがひどい？どっちもリアルタイムで見てたけどダントツでウォーカー。あのお方？守備を一切してこなかった選手なんやから打撃以外期待するなよ。DH で使えばええやん。ちなみに DH 固定にすると柳田の守備が終わってるからガイアファイヤーになるんよ。投げ方を教わったことがない？親がアメフトの選手だからアメフトの投げ方が染みついてる。逆になんでセリーグの巨人がこいつ取ったんや。アメリカで DH 戦だったから守備機会を見ることがなかったらしい。守備以外は神やぞ。打球速度は190キロだから大谷レベルやで。パワーだけ見ればなぜ日本に来たんだってレベル。完全 DH 戦になったら40本打てるんやないか。真面目で熱心なやつだから叩かないでやってほしい。ウォーカーにノイジーの肩があれば完璧なんやけどな。断言できるけどプロ野球史上一番肩が弱いのはマジで事実。でも DH なら打撃走塁良いし活躍できるやろ。